は得意ではないので、少し緊張しています。今回は、テレビに行く前に、ファン、サポーターの皆様に、挨拶ができなかったので、今日こういう場を、お借りして、挨拶できることを、すごく嬉しく思っています。2年間という、短い時間でしたが、僕の今があるのは、本当にこの川崎での2年間があったからだと思ってます。そして、スレッティックで、優勝できたのも、この2年間があったからだと思ってます。これからも羽田寧央の応援をよろしくお願いします。そして川崎フロンターレのリーグ3連覇を僕もすごく応援しているので、皆さんもぜひ応援をよろしくお願いします。
本日は2022年明治安田生命競馬のリング第15回トムとトミオディスカバリーチャンネルインストムエキサイトマッチ川崎の勝利。